早乙女所有の建造物での撮影と聞き、事前に探っておいたが、今回に限ってはおかしな仕掛けはないらしい。珍しいことだ。衣装も含め豪勢なものだが、それに見合うビジュアルが撮影できるかどうかは、個々の資質によるところがあるだろう。その点、高貴な伯爵アイドルにして、完璧な執事アイドルである俺には、造作もないことだ。腕の見せ所と言えよ。あやつらは、常にパーティーを行っているのと同じような騒がしさではあるがな。果たして、相応の振る舞いができるかどうか。一度引き受けた仕事だ。茶会に怠け者が紛れ込んではいないか、この俺が確かめてやるとしよう。ミュウちゃん先輩が入れてくれた紅茶、すごく美味しいです。これはダージリンのファーストフラッシュですね。正解です。夏希の腕には遠く及びませんが、普段からお茶会で美味しい紅茶をいただいている、せめてものお礼です。ミュウちゃん先輩とのお茶会はいつも楽しみで、僕も張り切っちゃうんですよ。今日はまるで童話の世界のお茶会みたいですね。ええ、ありがたくもこのような場をしつらえていただいて、今もそして夜の撮影にもより一層身が入るというものです。さて、この紅茶にはこちらのメレンゲ菓子が合いそうですね。夏希、あなたも一ついかがですか？光と花々が彩る庭園へようこそお越しくださいました。ここからは私がお嬢様をきらびやかな世界へとご案内いたします。まずはこちらの花を一輪。この庭で育った可憐で美しい花はあなたによく似合います。いついかなる時も私はあなただけに仕える執事。どのようなわがままも私めにお申し付けください。必ず叶えましょう、この花に誓って。さあ、パーティーが始まります。今だけは世俗の喧騒やしがらみから解き放たれて、私と話をしてはくださいませんか？おいしいお茶とお菓子、そして最上の幸福を愛おしいお嬢様にお約束いたします。